今回は無職転生第2期第18話について話していきたいと思います。いやー、ついに来ました。運命の分岐点。ターニングポイント3ということでね。まあ、ターニングポイントっていうもう字面を見ただけでかなりね、もうゾワッとくるところがありますが、もうほんと今までね、ろくなことがありませんでしたから、まあ、今回は本当にね、結構今までのターニングポイントとまた違ったようなところがあったと思うんですけれどもね。まあ、そういうところにも触れつつ話していきたいと思います。第18話の前半パートは、それぞれの今について描かれておりました。まあ、特に印象的だったのが、ノルンとアイシャ2人の兄弟についての描写でございまして、まずノルンっていうのは、あの一件を超えてですね、まあ、確かな、兄弟家族として、ここにいるわけなんですよね。で、そんな中でね、ルイジェルドさんの、これからどうしようかということで、まあ、ルイジェルドさんの偉業を称えたですね、本を、まあ、ルディがね、出そうということでね、紙に書き始めるんですけれども、もう2行ぐらいしか書けなくて、全く思い浮かばないと、案外、すごくお世話になった、もう偉大な人であっても、案外、その、いいとこどこかなとか、彼何やったのかなと思い浮かべても、案外出てこないっていうのは、まあ、すごいリアリティがあるなっていうところでございましたけれどもね。まあ、それを見たノルンの表情がすごく面白くてね、おい、こいつマジかよみたいなね、顔しててね、じゃあ私も手伝いますとね、ほんとここで、まあ、兄弟の、まあ、共同作業みたいなのが描かれていくところでしたね。うん。まあ、そしてアイシャの方はメイドとしてね、グレイアット家に仕えているっていうみたいな、まあ、そういう感じの立ち位置にはあるんですけれども、妹としてのムーブっていうよりかも、その一個人として対等な、その評価をもらいたいっていう感じなわけなんですよね。うん。ルディがね、何か欲しいもんあるかみたいな、何でも買ってるぞみたいなことを言うんですけれども、お給料が欲しいですっていうわけなんですよね。まさにこれっていうのが、一人の妹として扱われたいっていうよりかも、一人の人間として確かな評価を私にくださいみたいなね、その今までの境遇とかね、今、ノルン会でもありましたけれども、アイシャの今までの境遇とかそういうところも含めて、やっぱここを見ると、なんかすごく印象的に見えましたね。一人の個人として正当な評価っていうのをアイシャはもらいたくて、ここでね、お給料をもらって自分の好きな、家具、カーテンっていうのを買ってね、にんまりっていうシーンがありましたけれどもね。どうしてもね、今までっていうのはノルンに目が行きがちでございましたけれども、アイシャも同じ年頃の女の子なわけなんですよね。まあ、辛い時は辛い感情もあるし、もうほんと泣きたい時は泣きたいんだけれども、それを表に出さないぐらい、周りの状況とかも鑑みて自分が強くなきゃいけないっていうね、まあ、そういうすごく、賢い子だったからこそですね、まあ、アイシャっていうのに対して、周りっていうのは正当な評価を与えられていなかったと、まあ、そういう過去もありましたけれどもね、まあ、それがここに来て、ルディっていうね、大好きなお兄ちゃんから、まあ、正当な一人の人間として評価されて成果をもらうっていうね、お給料という形で、まあ、成果を、手に入れることによって、何か一つね、まあ、付き物が取れたような感じで、なんか前へ進めることができたのかなっていう、今までノルン会でございましたけれども、今回ターニングポイントとはついておりますが、ある種、アイシャにとってもすごく大きな分岐点というかね、人生において、まあ、大きな一歩を踏み出すきっかけとなった回だったんじゃないかなというようにも映りました。はい。まあ、そんな感じでね、ノルンとアイシャ二人の妹のね、描き分けっていうのがすごく面白かったところがありました。まあ、その他にもいろいろありましてね、七星の実験は順調で、ザノバがフィギュアを作って、クリフ先輩は、なんかダサいね、試作品みたいなのをね、まあ、作って、まあ、これまだまだだなというところでございまして、いろいろある、すごく充実した、まあ、幸せな日々を送っていく中で、もう人生における絶頂をね、ルディは迎えるわけなんですよね。まあ、妻であるね、シルフィーの妊娠が発覚するっていうね、ものすごい時代イベントが、ここで起きてくるということでございまして、こっからなんかルディの人生が描かれている感じもありましたね。やっぱり前回のエピソードを見ると、あそこで、過去との決別というか、第二の、どうしても今までっていうのは過去から目を背けて、ずっと今の人生に向き合っていたところがあるんですけれども、どうしてもね、今までの人生、過去にもね、向き合えなければいけないところがあって、まあ、それのしがらみ、いろいろなものっていうのが前回のエピソードにおいて解消されて、もうすごい成仏した感じがあったわけなんですよね。ですので今回からは本当の意味で、異世界って本気出すみたいなね、ルディの人生が始まっている感じがありましたけれどもね、まあ、そのある種スタートとして、自分のね、子供が生まれてくるというね、まだですけれども、まあ、妊娠が発覚するというね、ところにおいては、ものすごい大きな、ターニングポイントですよね。はい。まあ、そんなところがありましてね、まあ、人生において幸せの絶頂を迎えている、まあ、ルディの元へ、まあ、現在ゼニスが救出困難な状態にあるから救援求むというね、胸の手紙っていうのが、ギースから届いてくるっていうね、まあ、このことによって幸せの絶頂からですね、もう大きく、まあ、落ちていくというかですね、もう根命極めていくっていう感じになっていくわけなんですよね。今回のターニングポイントっていうのは、行くのか行かないのかっていう、この二択を迫られて、どちらかを選ばなければいけないっていう、まあ、状況における、まあ、ルディの心境を語っているところなわけなんですよね。今までのターニングポイントと決定的に違うっていうのは、ルディ自身が選ばなければいけないっていう、ところだと思いまして、やっぱ今までのターニングポイント、一番最初のターニングポイントは、フィッタイロの、ね、転移事件、これっていうのは、もう災害ですよね。災害に巻き込まれれるような形で、人生が大きく動いていくっていうところでございまして、そしてターニングポイント2っていうのは、オルステッドに人神の死とかとね、疑いをかけられて、その結果殺されてしまうっていうところでございまして、これっていうのも、自分の意思で決定したというか、ただね、興味本位で、オルステッドに対してルディが話しかけてしまった、その結果人神というね、単語を出してしまった、ちょっとしたミスというかね、そういうことがきっかけとなって、大きく人生が変わっていくというところでございました。で、今回のは、ルディ自身が、ベガリット大陸へ行くのか、それとも、ここに残って、シュルフィ、最愛の妻のね、出産に立ち会うのかという、ここに残って家族を守るのかという、どちらか二択を迫られているっていうね、これは本当に、今までとは決定的に違うところでございまして、そこに人神が絡んでくるわけなんですよね。人神っていうのは、必ず、ポイントで出てくる変なやつなわけなんですけれどもね、すごい不信感をルディは抱きながらも、その人神がくれる助言に今まで従ってきた結果、いいことが起こっていたわけなんですよね。ですので、ルディっていうのは、こいつうさんくせえやつだなと不信感を抱いていながらも、すごい、親愛のね、感情っていうのも抱いておりまして、すごい赤裸々に、人神に対しては全てを話しているところがあるわけなんですよね。ですので、内心ですね、人神のことを信じていて、少し信仰心っていうのが心の片隅、無意識化で芽生えているところがあると思うんですけれども、そういう今までの積み重ねがあったことによって、ここで判断が鈍らせてくるわけなんですよね。ベガリット大学行く以外選択肢ないだろうと、家族がピンチなんだぞという状況下において、これだけ迷わせるね、選択を、人神はしてくると、ベガリット大陸へ行くなと。これっていうのは魔法大学へ入学する前も一度言ってるわけなんですよね。それが今フックとして効いている、ところがございましてね。いやー、そんなに言うぐらいだから、やばいんじゃないかみたいな、それ内心、疑ってはいるんだけれども、思っていると思うんですよね。そういうところもいろいろあってね、しかも、大陸間の移動っていうのは、ものすごい年単位の時間がかかってしまうから、たとえ行ったとしても意味がない可能性もあるしという、そういういろいろがあってですね、もう、家族を救わなければいけない。行く一択、やって後悔するのか、行かないで後悔するのか、いろいろなものが重なって、ルディはもう迷いに迷うと。ザノバから背中を押されるんだけれども、それでも迷うと。でも最後の一押し、最後背中をね、ドンと押してくれたのが、ノルンだったわけなんですよね。ノルンがその行動で示してくれて、ルディは力を持っているんだと。俺は持っているんだと。家族を救わないでどうするんだと。俺は救いに行くんだというね、そういう決意を固めていくっていう、そういうところでございましたけども、いやー、ここめちゃめちゃ熱かったですね。という感じでね、ターニングポイント3、これからですね、迷宮編が始まってくるということで、ある意味こっからですね、無職転生、大きな、分岐点、もうターニングポイントを過ぎて、ルディの選択が今後どう響いてくるのか、いや、めちゃめちゃ楽しみなところですね。キービジュアルも公開されて、もう非常にテンションが上がっているところでね、PV もなんと公開されてですね、だいぶネタバレも含められているんですけれども、非常に期待感が高まるような、そんなところでございまして、いやー、マジで楽しみですね、今後の無職転生っていうのが、そんな感じで今回ターニングポイント3というところでございました。皆さんどうもコメント欄の方にお願いします。それじゃまた。